もう俺もう今年も47だからな。もういい加減、大型の猛獣とやるのはちょっと体に来るよな。熊はきちいだろう。こんな年で熊きちいだろう。まあでも熊が俺やってやるって言うんだったらやるけどよ。ヒグマやばいって、サイズでけえし。月の輪ぐらいにしといてほしいわ。マレーグマとか。その辺だってもイージーだけど。この年でも。ヒグマはやべえだろ。8週間かかんだよ。8週間かかんの。倒すのに。ヒグマやべえんだ、マジで。攻撃もやべえねん、シャーとかっつって。うわーっつって。うわーっつって、もうポキンっていくからな、首とか。ぶっちゃけ。ただ攻撃力じゃねえから、熊のやべえとこ。防御力。熊がやべえのはマジで防御力。脂肪でっぷりついてくから、体に。でっぷりついてるから、もう渾身のボディがこう、ダーンって入ったとしても、その時のダメージもうこんぐらいよ。触れたぐらい。感じねえから。俺らのボディーブローぐらい感じねえから、あいつら。で、8週間かけんだよ。まあ、最初の6週間。最初の6週間、もう、こうだな、まず、熊前来たら、オラーっつって気合い入れんの。わーって言ったら、あいつらやっぱさ、サイズ的には俺らの数倍あるべ。体重も600キロとかあるやついるっていうからさ、10倍ぐらい体重あんべ。俺らが7キロぐらいの少年と戦うのと一緒だから。だけど俺がよ、10分の1ぐらいの俺が、オラーっつって言ったら、あれっつって、あんな、ちっちゃいのにあんな気合入ってるっつうか、なんかあんなって思うじゃん。なんかあんなっつって。俺らだってほら、もう、7キロぐらいの少年が、オラーっつって来たら、おう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 、ちょっとなるべ。それをマジ6週間よ。オラーっつって。で、ちょっと引いて、オラーっつってちょっと引いてみたいな。このやりとりをもう、6週間だろうな。6週間ずっと続けろ。しかも熊げっそりするから。6週間こうやって動き続けてもげっそりするから。で、俺は最初から6週間見てるから、最初から6週間見てるから、ほらーっつって、ほらーっつって、木の実とか食いまくって、栄養は補給しとくから、俺だけは完全体だから、6週間後も。だから6週間後熊ガリガリだから、ガリガリでもうちょっと朦朧としてるから栄養なくなったって。もうそこにジャブだよな、ジャブ。シャッつって。シャッつって。ここな。レバー周りの毛を、ジャブでパシッつってこう抜き続けるわな。そしたらよ、毛、ふさふさで、ボーボーの長い毛と柔らかい毛全部入ってるやつ、全部寝て、こう、ツルツルになるわ、ここんとこ。ツルツル、ここんとこ。マジで。さらに脂肪も6週間かけて落ちてくから、カリッカリでツルツルになったここあるから。今まで打撃聞いたことねえんだから、ただガリッガリのツルツルだから、そこに「なーん!」っつって、ボディもしくはこう抜き手な「ふん!」っつって、砂場にこうやって突き刺して俺鍛えて、こう「なーん!」っつって、しょあらーっつって、クマも初めての打撃だから、初めてそんな痛みをレバーにもらうわけで、最初がレバーだからな。レバーなんかもう鍛えてるボクサーでも無理なんだから。そうだろ。鍛えてるボクサーってバンってもらって、ハグーって倒れんだから。それを生まれて初めてガリガリのツルツルになった、ここに、なーんつっていくからな。それ大体のクマいけんだよ。だ、毛抜くの2週間、痩せさせんの6週間、毛8週間かかるよ。難しいな。この年でやっぱ、決めきるのも、ジャブの、途中のジャブで、ジャンとかやられそうだしな。ザレーンとかっつって、俺の腕がもうちょっとずつ削られてもげるか、あいつの毛を抜き切ったところ、どっちが早いかっていうな、そういう勝負になるだろうな。でもまあやるだろうな。俺ならやるだろうな。まあクマイージーだよ。いけるよ。まあイージーではねえか。クマ、そうそうだよ。いけんな。どうも皆さん、はじめまして、クマです。よろしくお願いします。まあ言ったらヒグマですね。竹そうでしょ。調べてますよ、もう。クマの倒し方、まあ
まあ確かに優秀ですわね。俺のこのレバー周りの毛を抜いて俺を痩せさせてからドンってそこにパンチ入れるっていうね、優秀ですわね彼ね。よくわかってる。でもこっちだってね調べてんですよ、ヤフー検索で武井壮の動物の倒し方見つけたんですよ。そしたら武井壮のパンダの倒し方ってやつ、あの人パンダ倒すとき結構不用意に近づくんですよ。パンダがこう内股になってるからそこに足かけたらコロンって転がるでしょっつって、パンダだってクマですよ、安直に近づくんですよ。そしたらね、我々だって黙ってないでしょうね、白黒に染めるでしょうね、サロンに行って白黒に染めるでしょうね、この辺黒くしてこの辺白くして耳黒くして胴のあたり黒くしてみたいな、パンダ模様で行くでしょうね。でこうでしょうね、あパンダだなんつって竹井壮来たら、おパンダじゃねえかっつって、わし引っ掛けてんぞ、おわし引っ掛けてんぞっつったら、バカ野郎クマだよっつって接近戦になったらこっちの方が強いですから、パワー全然違いますから。まあパンダのパターンもある。もう一個ありますよ、こういうね用意してきたんですよ。俺だって素手で来ないですよ、俺だって竹井壮とやるのに。こういうことでしょうね、どんな動物だって舐めてかかっちゃいけないんですよ、万全の対策取らなきゃいけないんですよ。今ね熊にとっちゃチャンスなんですよ、こういうねビジネスチャンスもいっぱいあるんですよこういうねほっぺた赤につけてまた行くでしょうねサロンに、で真っ黒に染めてもらうでしょうね、で元あたり行ってこうでしょうね、そしたらあゆるキャラだって竹瀬寄ってくるんだよ、バカ野郎熊だよ竹瀬をいじ。勝ちたかったら登録しとけい。